ニュースポスセブンです。夜の仲間からのプレゼントでした。ヤクルトの主将山田哲人選手の元恋人が女性を吐き口としてしか見ていなかったと告発した問題。山田選手の部屋にあったジャビットに注目が集まりました。あのジャビット君は巨人坂本勇人選手から贈られたもののようです。あるスポーツ記者は2人は仲が良く、都内の繁華街には同じ行きつけの店もあるほど。こうした背景があったから坂本が女性トラブルを起こした際に次は山田だと言われていたと明かしています。